上はあのセンセーショナルの話題を巻きました。ホラー映画の傑作ハウリングです。で物語はロサンゼルスに起こる連続殺人事件、それを調査しようとした女性テレビキャスターがなんとこの現代ですよ、狼男の恐怖にさらされていくという恐ろしい。でハイライトは何と言ってもその狼への変身シーンなんですが、 SFX の最先端技術を駆使しました。まあ筋肉の微妙な動き、これがリアル でこの手の映画の元祖と言っても過言ではない見事な出来栄えとなったわけです。さあ果たしてどの人が狼になるのか、狼人間に変身するのか、そしてラストシーンはですね、あっと驚く場所であっという人がなんと狼人間に変身するんです。ここは恐ろしいというのは私はむしろジーンとしました。さあその素晴らしいラストシーンまで目を背けずにしっかりとこのホラー映画の傑作ハウリングをご覧いただきたいと思います。いかがでした？ラストシーンちょっとやっぱりジーンときましたでしょ。なったって監督が冗談で、あのスピルバーグ制作のグレムリンの監督です。ホラー映画のもう大臣者で、また特殊メイクすごかったですね。これロブ・ボーティンというハリウッドトップクラスの特殊メイクアップ師、すごいです。いっぺんそばでこうじーっと見てみたいと思うんですが、見てみたいといえば今話題の劇場映画2つばかりご紹介いたしましょう。まずは今日から公開されました熱海殺人事件です。そうだったのか、女と一発やりたかった、それで海に誘ったんじゃねえか。海を見に行ったんです。熱海が海か。テレビドラマにもなり得ない、新聞記事にもなるかどうかのマイナーな事件を犯罪史上に残る一級の事件に仕立て上げようと上長発起の取り調べが始まりますが、幸せになろうよ。なんで僕は幸せになれるですか。僕死刑になるとでしょうが。まだ俺の言うことは分かんねえのか。どんなことがあったって人間殺しちゃいけねえんだよ。なんで踏ん張れなかったんだ。具合タバコ伝兵衛に中台達也、熊田留吉に風間森夫、婦人警官水野に塩見悦子、容疑者大山次郎に武田隆俊といった異色の豪華キャスト。嬉しゅうございます。熱海殺人事件、続いては夏の公開を前に早くも話題を呼んでいる子猫物語。先日主演の虎猫シャトランも加わってその完成披露試写会が開かれました。音楽では表せないものもあるんでありまして、素敵な映像で、それを表せたらどんなにいいだろうと夢を見ていました。さまざまな動物たちとの出会い、別れ、北海道の大自然を背景に子猫チャトランが次第に大人に成長していく姿を描く子猫物語、この夏の話題を独占しそうです。いかがでした？熱海殺人事件、そして子猫物語、いずれも今年の映画界話題の作品です。さあ我がゴールデン洋画劇場もこの後話題作、傑作、名作ずらりと勢ぞろいしております。とご覧くださいませ。
誠意。おもちゃはね、てめえが遊んでいるつもりでいるといつか遊び返されるんだってさ。誰のためでもない。Come here as friends. Speak! I'll wring your neck! Go, go, have a time for the Saturday night, and baby, I feel fine. I'm gonna rock it up.